歯磨きをしてるんですよ今、はい、今回歯きれいにしたんですよ、はい、うん、何もしないとまたついちゃうんですね、はい、でまず歯磨きする前にさ、うん、あのキャットフードをお父さんにやってもらわなあかんかもしれないけど、うん、治療のためのしつけの基本でね、うん、手から食べさせてほしいんだよね、うんうん、一粒でいいから、うん、それやってるんですけどね、やってます、うん、要はご褒美みたいな感じですよね、ご褒美、そうそう、一粒た主食のキャットフードですよ、はい、で食べたらとにかく言葉で褒めて、はい、あっちこっち触ってあげるえらいねで触ってあげる、これが基本なんですよ、はい、でこれができたら、うん、3つやってほしいんだけど、そのうちの2つね、はい、名前呼んで、はい、アイコンタクト、はい、アイコンタクト、はい、目と目を合わせて、目と目が合った瞬間にご褒美あげて褒めてあげる、それから短い距離でいいからおいでって来てくれたら食べさせて褒めると、はい、ここまでまず やってほしいんです、はい、でそれができたら、はい、デンタルケアをしたい、はい、いきなりさデンタルケアしても絶対2回目が問題だからさ、はい、だから要はデンタルケアの準備したら猫ちゃん逃げてくようでは続かない絶対、はい、でデンタルケアするときに、うん、まあこのなんだっけこれね、うん、おいでっつってご褒美あげて褒めると、でここでそういう処置デンタルケアとかね、はい、で終わったらもう一回ご褒美あげて褒めるという、そういうことです。でそのやる順番はまず、まあ、前後は飛ばしますけど、うん、歯ブラシから舐めさせる、はい、あの持ってらっしゃるでしょ多分、はい、歯ブラシから CET という歯磨きをね、はい、あります、はい、舐めさせる、はい、チキンフレーバー、そうそうチキンフレーバー、はい、だからおいでしてきたら舐めさせる、その時は、はい、全然ブラッシングしない、はい、ただ舐めさせる、で舐めたらご褒美あげて偉いねと褒めてあげる、はい、なんか3日から1週間でそれができたらマズルコントロール、はい、でもこう入院して顔またちょっと変わるかもしれないじゃん、うんね、あって軽く顔を持ってね、うん、軽く顔を持って舐めさせる、うん、マズルコントロールをして舐めさせる、また3日から1週間、そしたらここで初めてブラッシングが、うん、あの前歯ね、前歯のことを摂取って言うんですけど、うん、摂取をまあ1秒か2秒ぐらい、うん、優しくね軽く持って舐めさせたらこの前歯軽く1秒か2秒撫でるようにやっていただく、うん、そしたらブラッシング今度臼歯奥歯ね、はい、で臼歯もですね前臼歯と後臼歯とありますから、高級歯が咳がついて歯周病になりやすいところだけど、うん、まずは前の方の奥歯ね、うん、前臼歯を1秒2秒、同じですね、はい、ここからは左右ありますからね、右左と、まあまた3日から段階を踏まえていくんですね、そういうことです、で今度は奥歯を1秒か2秒ぐらいで、また右左ありますからね、はい、3日から1週間、そうすると多分かれこれ2秒できて2秒できてだったら10秒ぐらいできるようになってるんですよ、ここまで来ればね、はい、じゃあこれを20秒、なんとかまず30秒を目標に、でここの時点までは要は歯の表面だけやればいいです、うん、それの歯の表面の外側の外だけね、はい、で30秒できるようになったら次に歯周ポケットもやりたい、歯茎ですね、はい、そうそう、歯と歯茎の間、要は歯と歯茎のここですね、はい、でここやる場合はこの平べったいのじゃできないから、はい、人間の子供用のやつで、はい、あの長さがこう二重になってるじゃないですか、はいはい、長いのと短いのありますよね、はい、これって何でかっていうと歯の表面やってこう歯茎のこういうところに当てると長いのがこの歯周ポケットに入っていくんですよ、はい、で歯周ポケットに空気を送り込んでくれるんです、はい、でここね歯周病になるとね悪玉菌がたまるんですよ、はい、人間と一緒ですね、そうですそうです、でこの悪玉菌の性格が人間も猫ちゃんも空気嫌いなんですよ、はい、ここにいる細菌は、はい、嫌気性菌、はい、空気嫌いな細菌だから、それで空気を送り込んであげるとこの嫌気性菌が弱る、はい、そうするとこの歯周病がコントロールできる、うん、でまあ外側で、それができるようになったら今度
内側の表面と歯周ポケット、はい、でももう内側はそんな表面で歯周ポケットやれない、はい、ただ内側ガジ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 かませるだけなんですけどね。だからそうですね、かませるだけですね、うん、そうすると30秒からまあできれば1分か2分ぐらい、はい、ここまでようになってほしいんだけど、はい、基本はね無理やりやらんってこと、はい、そう、まずはおいでってこれで食べれるように、はい、これが確実になってから、はい、始めてください、はい、焦らないですね。そうですそうです、はい、で、まあ、あの子がもしできたら他の子も福丸ちゃんでしたっけ、はい、その子はやれるの、ええ、あのゆきがやってます、はい、うん、やってることやってないことで全然違いますんでね。あ、そうなんですか、うん、はい、で歯周病があってお口が臭くなってくると、うん、例えば慢性腎臓病とかの進行が早いとかね、はい、変形性骨関節症の進行が早いとかですね、いろいろあるんで。確かに、すいません、言うのは簡単だけどやるのはめっちゃ大変だと思うんですけど、まあ、まだ今はまだデンタルケアじゃなくてあの手で食べさせてもらうことですね。頑張りますね。やってください。すいません、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、すいません。